見た見た。ユリス俺にめっちゃ早く連絡来て、嬉しそうな顔してるなってなんか思ったから、俺も嬉しくなった、なんか。いや、まだ婚約だけど、まあゆっくりね、いろいろ話して、もしうまくいった場合、なんか日本移住してきてほしいな。まあでもそれはなんかみんなが来てくれってなんか他人から言われて決めるもんではないからな。ゆっくり考えて判断してほしい。ただ応援するだけ。ヒゲはリスナーに、ユリスさんは結婚できるけど、お前らゴブリンは結婚なんてできねえよ。リスナーにゴブリンって言ってたの？オッケー、じゃあ俺がヒゲさん殺しに行く。ハードコアの時よろしく。俺がヒゲさん殺す。降りすぎなんだよ、ね、待って、君何？コーンするやつ？あ、いらないやつあった。大丈夫、誰も見てない。死亡者ゼロ。これは普通のなんか MIA だね、戦場での。どこに消えたかちょっと見つけられなかった、俺たちは。悪くない、誰も。あいつはいい仲間だったよ。今のやつの葬式も俺行ってくるからね。ピッケリに名前をつける？じゃあこれユリスで。今日ユリスから連絡来たから、これユリスで。ユリスのあの本名ってあれなんでしたっけ？ロザリオでしたっけ？なんか。名前長いんだよね、ユリス。かっこいい、あれ。俺もそういう名前で作ってもらいたかったな、親に。ケージー、ザ・ケージーとかで。韓国は長くてもいや4文字ですね。俺の名前はパク・ウィ・チョンだけど。英語式でなんか発音したらパクになるけど、実はバクなんだな、バク。俺バクさんなんだよ、バクさん。でもなんか日本で生活したらパクさん、パクさんって言われてるでしょ。アメリカ行ったらミスター・パクとかで言われるから。パクるのうまそう？俺の名前？日本の名前でちょっと、アニメでなんか俺ちょっと名前見た気がするけどな。何があったっけ？長い名前？何それ、クソ名前、めっちゃ長いな。さすがに長いだろ。3文字ってわかりやすいね。関ゆうた。俺の中での日本語のデフォルトの名前？関ゆうた？たくさん聞いたことある？すごいナチュラルな。関ゆうたが日本人の半分の名前だと思う。あ、結構珍しいんだ。でも、関が入ってる街もなんか多くない？関市。本当にあるのそれ？関市じゃなくて。あ、岐阜県にあるんだ、関市。関市で住んでる人たちってじゃあ関市なの？こいつら完全、どっかで見たことある風景だな、これ。軍隊なのかな？起きろ！朝だぜ！いつまで寝るつもり？マジ言われる。最初新編の時。ラスさん12月になったら言われると思う。そんな遅くもないのに圧をかけるために言ってるんだよな。めんどくさい。ラスさんなら壁ジャンプで上官かわせる。上官はモデレーターだから。チーターだね、チーター。ジャンプするなって言ったらジャンプできなくなる。やばい。ジャンプすんなって言ったら、はいって言うしかない。君ちょっと強すぎや、これからジャンプバン。はいって答えるしかない。みんな子供の頃人参好きだった。俺はまあなるべく母さんが茹でた人参を食べさせたからまあそこまで嫌いじゃなかったけど、韓国で俺なんか中学校の頃はなんかお弁当を自分たちでなんか用意していって、いや逆だった。中学校の方が学食でなんか普通に用意されたものを食べたりして、高校1年生2年生はお母さんが用意してくれたお弁当食べたんだよな。最初まずかったんだよな。お母さん料理めっちゃうまいけど、俺が好きじゃないおかずとかなんかたくさん入れたりする時あったから。で、マジで食べなかったりして俺、好き嫌いなんかちょっとあったから。それを見てお母さんが諦めて、もう、俺好きななんかソーセージとかなんかハムとか、そっち系のなんか食べ物を入れてくれた。クソガキでしたね。母さん悲しかったんだろうな。今、孫ちゃんがなんか弁当を作ってくれたのに、孫ちゃんこれ食べたくない。おかず作って入れてくれよ。食べる気にならないからマジで。うるせえ。って言ったらもう、怖っ、マジで考えてみたら。速攻殺されるかも。で、孫ちゃんの母さんが料理めちゃうまくて、母さんの方が料理うまかったら、娘も料理うまいんだよな。その理論マジで、日本も一緒なのかわかんないけど、韓国では俺たくさん聞いたことあったけど、本当だった。竹プラス糸で紙アイテム。お、何が出ます？知りたい。あー、俺さっき教えてくれたけど、その漢字の理解自体ができなかったかも。足場ブロックってなんだろう。足場ですか？足場って言いました今。悪口？韓国語悪口した今。びっくりした。口悪？足場！やばすぎだろ。
なんて言ったみんな今。ファンですよ、普通に。足場。クソ悪口でしょ？終わってるマジで。足場ですか？日本語で俺言ってみようか。あー、ちくしょう！人に向いて使ったら、あー、クソがになります。誰かの大事な息子娘な俺たちが、クソになりますね。芝ってなんかみんな言ってる意味では、ちくしょうとかクソで言ってるけど、本当の意味はもっとやばいんだよな。性的なコメントなんですね、それ。芝の死ってあの種の意味だからね。人間の種。ちょっとまあ深い意味になるけど、あんまよく、いい、いや、あんまいい意味じゃなくて、悪い意味になってしまう。まあそういう感じかな。MF かな、MF？ ミスポーチューみたいな意味なんだよね。あんま言わないのがいい。あ、芝犬。わかる。俺、芝犬なんか名前聞いた時なんかたまに思い出すんだよな。韓国語なら悪口なんだけどな。で、芝犬可愛いからまあいいっすよ。韓国語でも有名だし。パン作る。やべやろ、ご飯食べないと。あれ、なんかあったかくないな。おかしいな。トムちゃんご飯持ってきてくれた時間帯っていつでしたっけ？あー、言えた。まずい。あー、ご飯に対してまずいはちょっと、あれはまずいか。そういう意味のまずいじゃなかった？そういうまずいは本当に俺まずい？牛肉だ。牛肉うめえな。うまい。これみんなが食べたらもっとうまいな。牛の前で牛肉食べるのを、なんて書いてますか？残酷ですか？めっちゃうまいっす。じゃあここで、来週の対策をちょっと一緒になんか相談してみよう。聞いてくれ。来週からトムちゃんが一週間韓国に行ってきます。ここであの問題なんですが、俺料理できません。ちなみに家には猫は2匹います。ウーバー。ウーバーサービス終了したらマジでもう滅亡する？死ぬ俺ら。命が大事です。食べ物の発信してる乾パンを提案してる人は、ちょっと、自分の命が大事じゃないですか？おかしいな。乾パンって言ってる奴がいる。ケンクさんの家に行ってバーベキューしてもらって、打足兄貴の家に行って、コチキしよう。コチキ配信します。ソムちゃんが来る時まで耐えれば、まあ、一週間耐えればなんとかなる。毎日誰かの家でご飯食べる。今日はここでちょっと止めさせてもらいます。回転寿司じゃなくて回転 KH。急にスケールでかくなって、最終日は韓国の実家でお母さんからご飯作ってもらおう。で、家にあの猫2匹が放置されて、ソムちゃんぶち切れて、なぜ俺は34歳になって日本の弁当を食べるようになったんだろう。マジで毎回思う。こんな美味しいのをなんで最近になって食べるようになったんだろう。ムカつく。もっと早く来ればよかった。マイクロが料理できるけどな。ステーキ食べようかな、ステーキ。今日はステーキで良さそう。俺は速攻ステーキ作りができる。もう調理しなくていい。フライパンの上に乗せなくてもステーキが作れる。ちょ、ステーキ食べていい？みんな。じゃ、マジ食べるよ。料理作ったから。マジうまいからね。食うよ、もう。くっそうまいから、これ。食べる？あ、うますぎ、マジで。よーし。ステーキマジうまいんだよな。